討伐軍は長篠の戦いに勝ったが、完全勝利とは言えない。妖術に操られた連士を助けることができなかったからである。しかし、長篠で連士と対峙した周隊は確信していた。連士の妖術は解けかけていた。あと一手打つことができれば 術より解放できるだろう。その一手はすぐにもたらされる。小田原城で仲間になった孫将校が術にかかったばかりの連士と遭遇していたのである。その時孫将校は連士との対決を避け逃げてしまっていた。もしあの時連士と正面からぶつかっていたら、 後悔は先に立たない。過ちを正すため孫将校は行動に移った。長篠での戦いで分かりました。連士殿の術は不完全であると。この戦いで連士に向き合っていれば術は解けていたかもしれないのね。 気にしてちゃダメ、将校。間違えたんだったらやり直せばいいのよ。幸い我らにはその術があります。そうね、ありがとう。みんな絶対に練習を取り戻して見せるわ。 戻ってきたのね。ここに待ってて、レンシ、今度こそ助けてみせる。まずは仲間を援護しましょう。 邪魔なのか。ここで口当てろ。期待に応えねば。これ以上仲間を失えないわ。 我が軍の状況、偶然の灯火のごとくか。これ以上仲間は失えぬ。ああ、救援か。ありがたい。さあ、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 さあ
目の覚める戦ぶり、お見事。ここで口当てろ。助かった。
ぞ。これぞ天の助け。助太刀頼みますぞ。期待に応えねば。出番よ。やってって邪魔なのは。せいぜいあがくがいい。敵将、俺が討ち取った。挟み撃ちにしてしまえ。仲間が危険だ。敵援軍を排除する。目の覚める戦ぶり、お見事。砕いてく
ブイ骨ごと噛み砕いてくれよ。耐えられる邪魔なのよ。これぐらいにしといてやる。姫様、天使殿と刃を交えられますか。それがしが代わりに。ありがとう、帝宝。大丈夫よ。私が自分の手で電子を助けてみせる。いい覚悟じゃない、将校。耐えられる。でも、忘れないで。あんたには仲間がいる。困った時には頼りなさいよ。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。夢を見ていたようです。俺たちの勝利だ。姫様、辛い思いをさせてしまいましたね。でもおかげで心を取り戻せました。蓮子、よかった。さあ、これからは一緒に行きましょう。いいえ、私はこのまま妖魔軍に残ります。術にかかっているふりをして情報を集めるつもりです。姫様に刃を向けてしまった。これがせめてもの罪滅ぼしです。そんな、レイシー。ご心配なさらず姫様、私を信じてください。長篠で皆様と戦う未来があるならば、その時にお味方すると約束しましょう。それでは未来にて。やるじゃない。な、嘘。